ちょっと待って。お金を出すから。ああ。うん。OK。ちょっと待って。こっちから海岸に渡ってる。そう、これ実は運河なんですね。タオプラヤ川実はもっと向こうにある。お金払っています。お金は？そう、さっきのところはこっちで、ここに渡ってきたんですね。あ、あっちかな。なんだ、ここで払うのかと思ったら、あっちで払うみたいです。そう、そしてパークレットのクレットがここクレット島です。島に来ました。正確には島じゃないのかな。運河で掘削したから島みたいになっちゃったところです。今の船はこんな感じ。そう、そしてクレット島の代表的なのがこの焼き芋と対岸のところにいっぱいあった。どうもこれ時間によって時間が違う。あ、貸し自転車がある。どっちに行くかな。
野菜のか花のかき揚げみたいなやつか。これカニですね。いくらだろう、値段書いてない。こっちに早速お布施だ。あ、飲み物いいな。どうするかな、帰りに来るかな、先にみんなと一緒の方向行くかな。あ、できるね。教干米蛋，那古巴长子威，这个么是马虎不转，都住在那九座山里边蛋吃了光，全部把那米蛋都给他们吃了。今11時半ですね。じゃあまずこっち。ここで靴を脱ぐみたいです。脱ぎましょう。あれ？気をつけてくださいって書いてあるだけです。撮影 OK？ ウェルカム。よいしょ。お寺一つクリア。さっきの運河川だな。この島はモン族という人たちが住んでいて、それであれつあの焼き芋を作ってます。あれ、こっちもすごい。でもお寺かな。 ATM って書いてある。お金を下ろしてお金を使ってください。ちょっと座ろう。あ、そう、これやるところの焼き物。喉渇いた。対岸まであの音楽が聞こえる。そしてなんかここに地図が書いてある。
ね、これトイレか。トイレ行くか。ここは何？あれ、ここからもなんか船がある。ね。じゃあちょっとトイレ行ってきます。はい、トイレ終わりました。そう、ここ田舎だからかね、あの和式トイレみたいになってますね。で、鶏発見。いいですな。そして、クレット島の焼き物使ってるのね。あら、お坊さんもこちらでおトイレっていう、これお寺のおトイレなの。あの人めちゃくちゃ日焼けしてる。こっちから入れるもんね。風鈴が素晴らしい、いい音を出してくれてる。どっから入る？こっちか。あ、違う。さっきのところからやっぱ入らないといけなかったの。あとでどこから入れるでしょう。先を急ぎます。何何これ、ラーメンみたいな、いい匂いがする。お、なんかここの名物なのかな、この葉っぱをあげてたり、なんかお花、あ、カップになって30バーツ、40バーツだ。食べたいな、ワンちゃんなんか。マスク食べてる。さっきのボールになってる感じがいいですね。ほら。ああ、あってぇな。ははちっちゃいの言ってる。タイの人サボテン好きだ。ここもなんかかわいいよ。これなんかな、なんかソムタムのデザート、いちご、デザートかな。35バーツって書いてある。懐かしいペロペロキャンディ。なんか昭和の日本みたいなやつがある。なんかこれも下のやつも昭和の昔。ああ、かわいい。これ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 。これ130バーツなんだ。案外安いな。ただ重くて持って帰れないな、これ。あ、結構重い。そして鶏いた。びっくり。ひよこまでいる。これは結構重いな。かわいいけどな。日本に持って帰りたいけどな。
なんかめっちゃくちゃいい匂いがするんだけど、あれだな、なんでここ鶏が放し飼いされてる、なんだろうこれ、ホイトートみたいなやつだな、なんだろうこれ、なんかお供えされてる感じで、あれか、あんな声にするのか、美味しそう。ここなんか書いてある。30バーツって書いてある。美味しそう。ミッフィっぽいミッフィーです絶対手作りっぽい、あ、このバッグもいいな、でもこの10バーツのミッフィーがかわいい、それ何やさ、あ、こういうね、こういう焼き物なんですよ、これを見に来たんですよあのツアー行ったらね、焼き物焼き体験させてくれると思う、あ、ここピザ屋さんとかな、すごいおしゃれねえ、こんなところでご飯食べられるのレストランでしたか、ちょっとゴミがいっぱい、65%、なんか値段がバンコクより下がってる気が。なんかカルメラみたいなやつか。ここレストランか。その前でなんかこの人生演奏してた。高床式装備になる、ああ落とした、落眼だな、あれ、これ落眼です、なんだろうこれ、ああ、楽しげに暮らしてるなこの人たちやばいやばい、日本に帰れなくなる おフレットとお刺身ありますよどこでも進出してるな、にゃんこが
無視みたいになって通りにくいじゃないかな。チラ見されました。ああ今なんか閉まってるけどすごくおしゃれな空間で、コロナの影響かな。ああここにお店出してなんか日本人相手に商売してた。もう私日本に帰らなくていいんじゃないかな。営業中ってなぜか日本語で書いてあるし私と同じことを考えてる人がいるぞカレー待ちって書いてあるぞなんかここになんかラーメン屋さんラーメン売ってるぞ私と全く同じことを考えてる人がいるぞすごいすごい。お手洗い、あ、ちょっと綺麗な感じの手、鯉のぼりもある。スイカのジュースが飲みたいんですあーなんかいろいろ食べたいな。全部見てからにしよう。ポップコーンがちょっと高いな。あれどこかで見たやつは15バーツぐらいじゃなかった。すごいぞクレット島。カフェかも。クレット島のやつ。あー、あれ素晴らしい。あー、縄文式土器がいっぱい。すごい。フグトラック。日本で売ったら嬉しそう。何に使うんだろう。くっつき虫みたいな。うわ、美味しそう。そしてキティちゃん発見。380バーツ。ここも船だな。どこでもあるな。なんだろう。ああ、なんかすごいおしゃれな空間。ここ。こんな家に住んでみたいけど、結構大変だろうな。なんだろう。すごい木造だ。なんだろう、確かに。すごいぞ、これ。かわいい。なんか和菓子みたいになってる。ああ、ここレストラン。
ちょっと LINE 来たんで、LINE 返しても。なんだこれ。なんだこれ。外側のところは全部レストランになってますからね。お土産屋さん。すごいぞこれ。これ250バーツか。なんだろうここ。何これ、マッサージか。マッサージ屋さん。この辺が終点かな。終点。わけのわからない日本語を使った。まだある。なんかここ大阪の売っていた。手作りのミッキーとドラえもん。さっきのミッキーが可愛かったな。あ、これは再現率の低いやつだぞ。でも手作りで作ったら許せるけど、許しちゃダメなのか、著作権は。なんでここスイカジュースがないんだ。私が飲みたいと思うときにスイカジュースが毎回ないの。どういう。はあ、カバーいい。いくら100バーツこれもしかして。100バーツか。でもかわいいな。ちょっと後で食う。あ、これ丈夫だな。私でももっと丈夫なやつ持ってるけど。これ100バーツかな。50バーツにならないかな。そう、飲み物だけぶら下げるやつが欲しくて。これ何？アイス屋さん？ほら、赤ちゃんが全然大根で。これは25バーツで安いんだ。何ここ？めちゃくちゃすごい広かった。すごい。缶を入れよ、缶。缶を380、まあまあ高い。でもこんなすごいのに、これこっちが200、こっちの方が安いんだ。すごい。あのでっかいも1600バーツ。なんだ、これだけかと思う。違う。ミャンカーใหม่ๆปลดๆพี่ใช้คนละครึ่งได้แล้วประชารัฐใช้ได้หมดแล้วหมดกันนะจ๊ะอะไรドラえもんがある。これは再現率の高いドラえもんだぞ。
不思議みたいだった。これコパーツ。ここなんか安いな。これ10パーツ本当？軽いね。持って帰れそうだけど。これ何？コップじゃないもんね。汚いもん。これなんかコップっぽいけど、これ花瓶？なんでこんなドラえもん安い。ただのさ、こういう風に使うのか。なんかここデザインがやっぱ違うね。この色だね。さすが。クレットと。ああ、お魚が。すごいよ、クレットと面白い。やばい、ずっと行ってしまうな。これ、島一周しないかも。一周できるほど小さな島ではない。あ、まだ全然一周どころか。全然、めちゃくちゃ大きいですね。これなんか、シシャモの天ぷらみたいな、天ぷらフライ。45バーツか。あ、食べたいものがめちゃくちゃある。なんか普通の素焼きのやつですね。なんかこういう飲み物あるけど、スイカないの。スイカジュース。あ、売ってた。テルテルボーズ、いくらこれ。4つで100ぐらい。1個買ったら29バーツ。こういう普通の実用的なやつも売ってんの。あら、ちょっとおしゃれな。さすがタイ人だな。タイ人自転車下手だな。自転車乗るのが下手だな。普段バイクばっかり乗ってるからだぞ。でっかい小分岐か。あの普通のドッキのあの鉢植えないのかな。さすがにちょっと買って持って帰れないけど、あれは売ってないな。なんかこういう木のやつはモン族が作ってたのかな。時々売ってたけど、なんかここすごくおしゃれ。木と土器の民族ですね。ありゃかわいい。土器の木。やばいぞこれ、帰れないぞ今日。これはナスだ。あ、さっきのドラえもんが量産型ドラえもん、量産型キティでしょ。
大量生産できるから安い。あ、お寺。やっぱり門族もお寺なの。あられちゃん、新しいあられちゃん。やっぱこの葉っぱの素揚げ、唐揚げ、天ぷら好きだ。あそこなんか日本語で書いてある、あれトーソン、クイッティアオだからラーメンですね。みんな食べて、これヤシの実、あの砂糖みたいなやつですね。植物、あ、盆栽タイの人ほんと好き。ในซอยนี้นะครับพี่เข้าไปเดินเที่ยวชมได้นะครับอ๋ออาสุกุนิปาดานะมันจะคือมันจะวันちゃんいるから入りにくい。そう、至る所にねありますね、発注はね。みんなお店の中でこれはなんか、どこ、なんか時々見えるな、お供えのやつ。あら、翡翠じゃない。あらららら。なんか、野良犬とか、野良猫とか、野良鶏とか。ロムでね、カオ。メルカンダーナ。ロムでね、カオ。カバン。あら、このお母さん手作りじゃない。すごいね。これ全部手作りです。さすがにちょっと男性だから、ね、値段を聞いたりとかができないんだけどあ、でもタイだったら大丈夫かな。ちょっと高い声を出す。これ門族っぽい他じゃないよ、門族っぽいな、土器色っぽい今まで見たことがないな。これは帰りが楽しみですね帰りな、いろいろ帰りながら。ああ、カッパじゃなくてカエル、けどカエルかわいいあ、明らかにドラえもん意識したね白いのもいいやっぱり。なんかこれどっかで見たぞどっかの佐賀の有田地方で見たかな、赤絵じゃないかまあ元を正せば景徳鎮なのでそういう意味で言うと日本をパクったとは言い切れない部分があるが、マイセンはパクってるけど、ドイツのマイセンはパクってるけど2回大切なことなのか。コークレットで、コーが多分島で、クレットはクレット島のクレットですね。
これ何？天網パン屋さん？値段どこ書いてある？ 35 バーつく。ちょっと待って。こっち、なんかインディアンみたいな顔してます。ハンさん。ゾウさん、タワーも出てます。あそこにやっと果物のジュース屋さんあったな。ちょっと帰りに。鬼太郎の家みたいになってる。入りたいな。ああ、かわいい。これ売り物だ、そして。これ120バーツなんだ。木でできてる。これな、ニス塗ってる感じ？ああ、かわいい。わあ、これかわいいな。これ日本持ってたらめちゃくちゃ流行る。私も家にぶら下げたくなった。うわあ、すごいこれ。チューリップみたいなのがある。これもしかしてヤシの実をイメージしてない？これなんかてるてる坊主みたいになってる。ねえ。これ半ひっくり返すのかな。ほほう。あ、違った。照明だった。素晴らしい。欲しい。500バーツ。ああ、こっちにもある。すごい。これめちゃくちゃおしゃれだ。ちょっとこのお店すごいよ。すごいところを見つけてほしいです。あれ、こんな可愛いの。タバコ。アイディアですなあ。あ、クレットと面白い、また来たい。あっちはもう普通の本当のどかな田舎のお宅だな。みんなここで育てて売ってるな。と思ったら近代的なのも。どこで見たかなこれ。なんかたまに日本でもありますね。やばい。面白すぎるクレット。やっぱタイのなんかね、バンコクの文化と違う。そんな感じを受けますね。あれ、なんかあそこにでっかい大仏がいる。なんかあれ。この至る所にある船着き場みたいなのもあんだな。でっかい大仏さん。パーにやろい。パーラビコーバ。あのちっちゃいので対岸に行けるのか。なるほど。さっきと一緒だな。もしかしてあそこだけじゃなくて、いろいろなところから、これぐるぐるこのクレットとタクシーのように循環してることもある。違うな。海岸にいろんなタイプが渡れるのか。これ3バーツなんですよね。日本円で言うと10円ぐらい。よく考えたらバンコクからここまで8バーツで来ることができるから30円弱ぐらいで来ることできて。これフレンチフライですね。一回食べたことが。
違う、フレンチドッグ。おお、すごい。同期がいっぱい後ろに控えてる。みんなおしゃれな感じで生きてるな。楽しそうだな。南国で日本人やめてこと。スイカジュースで飲んでた方がいいか。あら、なんか日本風の座敷になってる。ちょっとわからないけど、タイ語だから。自転車走ってるのかな。これ楽しいぞ、ここ。ずっと行っちゃうぞ。ああ、こんなお寺みたいなところで、そしてご飯食べられるの？違う？もうご飯はダメなのかな？そうそう、これこれ、こういうやつ。これ。竜の模様が描いたとき、これこれこれは売ってないのね。お店はこの辺までかな。でもお寺があるし、仏像いるし。これそのまま入っていい感じ。あら、でっかい。仏像が仏像を拝んでいる仏像。なんだこれ。どういう絵だ。仏像を拝んでいる。そこまででワンセット。ツーリストポリスってなんだろう。ガイドじゃなくて売卓いるんだ。だからタイ人ね、自転車下手だからね、飛ばさない。あれ、鶏がなんか拝まれてるんですよ。よいしょ。お猿の神様、これ鶏の神様。やっぱなんか文化が違うな。バンコクにはないな。カメイト。ニワトリが、シンハーの代わりにニワトリがいる。これ何？絵馬みたいなやつなんか書いてるよ。土器あるし、ちゃんと。やっぱてるてる坊主、これ絶対一休さんの影響ですよね。日本のものですよね。あれ瓦かな。こっちは割としっかりした瓦ですね、よく考えたら。これそういえば、鱗みたいなやつじゃない。立派に瓦してる。クレットトとか、なんかバンコクのやつは、あの鱗みたいなペタって貼っつけてる感じだけども。これがっちり押さえてるもんね。なんか横側炎がなんか炎立ってるし。誰も見てないからゴンってできそう。時刻がずれるからダメだけど。
クレット島面白いよ。これでね、今島のね、どんぐらい来たかも、10分の1ぐらい歩いた感じ。あの外周を。これ以降はもうちょっと自転車がないと無理だ。私これからまたバンコクに今日中に帰らなきゃいけないし。ああ、すごい。祀られてる。日本と同じですね、これはね、やっぱね。ちょっと精霊信仰的な感じが。なんか島を周りです。ゾウさんは可愛いけど、なんか年季が入ってますね。あら、ちょっとお宅拝見。あら、これなんか素敵じゃない？この小道ジブリに出てきそうじゃん。うわー、いいなここ。ちょっとジブリの人これ作ってよ。クレットと。わあ、ここ住みたい。あ、ここオタクなのにこんなのがある。で、2階にみんな住んで、あの川に近いからでしょうね。ここ多分水没するんでしょうね。あそこに線があるのは多分あそこまで使ったっていう意味でしょうね。すごいよ、モン族の人。なんか水が。水が。傘。あら。かわいい。古文館のテーブルと椅子。あら、これレストランがちょっとおしゃれな。そして安いよ。いいな。別荘でいいな。避暑地にはならないけど、暑いから。別荘でいいな。クレットと。この島全体が観光地なの。あ、これ浮草なのね。上流から流れてきたわけじゃない。この浮草が浮いてるのね。藤棚みたいな。普通のなんかオタクがおしゃれなんだけど。ああ、後ろからタックバイク。なんだろう、ここ。ここもなんかお店？うん、いいなぁ。いいなぁ。でもあんまり行くと帰れなくなるから、ここまでにするか。よし、帰ろう。いいところだ。
悠々自適に暮らせるな、ここ。ああ、今マスク外してるけど鼻のいい香りがする。いいところだ。あら、ワンちゃんが。あら、ここに地図あった。なんか私ね、こっから渡ってきてね、この辺ぐらいまでしか行ってないです。夕日やったから、ここだけ。うん、本当はもっといっぱいありますね。めちゃくちゃふらついてるでしょ。
この辺だったかな。ちょっとフルーツジュースを買いますね。はい、今回はこのバンコクがあって、この北のノンタブリーという県がありますね。で、ここに島があって、これクレット島っていうんですが、今回実はここを目指して行ったんですね。で、ワットサマンヌアっていうこのお寺の先っちょに、端っこの方に、そう、ここにね、あのね、フェリーが出てるんですよ。コークレットが多分、クレットの島、クレット島っていう意味なんですが、そしてこっからこっちに渡って、はい、この辺ですね、ここをずっとぐるっと回って、はい、戻る途中までですね。今回はこのルートです。